ファンの頼みは断れないね。国を救った重傷の海賊、こいつを果たして敵とみなすか、この国では英雄と見逃すか。麦わらたちの命運はお天道様に決めてもらいやしょう。サイコロ振って1以外が出りゃ、すぐにでも麦わらと牢の首を取りに行きやす。サボ、もう行っちまったのか。もっと話したかったな。なーに、根性の別れじゃねえ。旅を続けてりゃきっとまた会えるだろう。そういや、今日町へ行ったらレベッカの親父がどこぞの王子だっていう噂で持ちきりだったな。なんだそれ、変な話だ。レベッカの父ちゃんは兵隊のおっさんなのに。その噂は私が流したんだ。え？私のような育ちが劣悪な人間は本来王族と結ばれていい身分ではなかったのさ。だからこれでいいんだ。いいわけねえよ。レベッカはそれ知ってんのかよ。ああ、手紙が渡っているはずだ。レベッカには長い間苦しい思いをさせてしまった。これからは明るい場所で楽しく暮らしてほしい。それにレベッカはまだ子供だ。一時の劇場で将来の幸せを逃してほしくない。テントが騒がしくなってきた。ぼちぼちここも危ねえべ。ルフィ先輩だぞ、案内します。東の港に船があるからそれで脱出してください。ロメオ、みんなちょっと用事があるから先に行っててくれ。出目は6。さあ天命だ。海軍全体、麦わらの一味並びにトラファルガー牢、そしてその他罪人たちを一網打尽にせよ。どれ、運はもう尽きたのか、試させてもらいやしょう。全力で。ルベッカー！ルーシー、よかった。私ちゃんとお礼を言いたくて。うっせえ、そんなことで来たんじゃねえ。お前いいのかよ、兵隊のこと。もう会わねえ気だぞ。ルーシー、私お手紙もらったの。兵隊さんが一生懸命私を遠ざけようとしてるんだ。どうして？ひどいこと言ったから？私と暮らすの嫌なのかな？迷惑なのかな？知るか？お前が考えろ。俺はこれでいいのか聞きに来ただけだ。嫌だよ、いいわけないよ。じゃあ来るか。うん、行く。ありがとう。ひひひ、気にすんな。あれはレベッカ様、麦わらにさらわれた模様。なんだと？海軍全体に告ぐ。早急に麦わらを捕らえ、レベッカ王女を救出せよ。
クロスがいる丘までの道を俺が作る。山の奴を倒したら、あとは自分で行け。分かった。これはレベッカ様と麦わら、麦わらのやつ。海軍全体、レベッカ様がさらわれた。至急麦わらを捕らえろ。麦わら、この一大事に君はどこへ。まあいい、こちらは脱出の準備を進めよう。まずは海軍の動きを鈍らせようか。物資を破壊すれば奴らは必ず混乱する。思い知れ。ヤッホー、ヤッホー。よし、俺が注意と敵を引きつけるで。その間にしっかり動けよ、キャベツ。言われなくても分かっているさ。僕は物資の場所を聞き出すとしよう。追いかけられたら面倒だな。仕方ねえ、この辺の連中も倒しとくか。よし、これで邪魔なやつは片付いた。それじゃ行ってこい、レベッカ。うん、ありがとう、ルーシー。レベッカ。嘘つかないでよ。私、どっかの王子様の子なんかじゃないよ。何百人人を殺してても、手が真っ黒に汚れてても、私の父親は一人だよ。私はキュロスの子だ。嘘つかないでよ。ちゃんとそばにいてよ、兵隊さん。私が父親でいいのか。うん、一緒に暮らそうよ、お父さん。あったかい？ああ、とても暖かい。物資はどこに置いてある？素直に吐くのが身のためだ。教えるよ、教えるから、これ以上攻撃しないでくれ。いらっしゃい。この程度の人数じゃ俺のバリアは止められねえべよ。なんだと貴様。燃料が切れそうだ。ここで補給しとくか。よし、まずは一つ破壊完了だ。おい、俺たちの子知らないぞ。これ一体どういうことだ。360ポンド砲は、頼もしいわ。キャベツ、おめえもうルフィ先輩に突っかかるんじゃねえべよ。僕は奴の仲間に命を救われた。恩人の仲間の命、これ以上狙ったりはしない。
物資の場所を教えるんだ。これ以上切られたくはないだろう。物資はあそこだ。これでいいんだな。守備を任されよう。この僕にこんな地道な作業をさせるんだ。罪な奴らだな、麦わらの一味。僕の美しさに見とれたか。僕のパンはどこかな。おお、順調だな。海賊どもめ、物資は遊んだ。客がいないといまいち張り合いがないな。さあ、次だ。さあ、今日は君の指示通りだな。温度テップ、
かん。任の放棄は軍規に反する。刻まれている。もう一息だ。全て破壊して海軍を動揺させるぞ。順当に進んでいるらしい。強すぎる。物資はあそこにあるぞ。しばらくは大丈夫だろう。海軍の動きも鈍くなっているはずだ。頃合いだな。行くか。そこまでだ。逃げるとすりゃ東の港か。あっしも急いで向かいますかね。まだだ。あっしが着くまでの間、海賊の皆さんにこれでも自走しやしょうか。八つ咲きにされないよう気をつけて進みましょう。これたちが港へ行けばあの瓦礫を止められるんじゃないか。でもこの辺りの道は塞がれてるぞ。これじゃ港まで行けねえ。おいバルトロメオ、僕より目立つな。人気は僕のものだ。そんなこと言ってる場合じゃねえべよ。まだままなキャベツだべ。俺たちの悪運があるやつ大丈夫だ。さっさとコントラップを置いちまおうぜ。やっと進める。行くぞ。ニワトリくん、なんてありがたいお言葉。こちらこそありがとうだべ、ロビン先輩。おお、助かるぜ。
ありがとよ。お前僕より目立つんじゃない。派手な見た目、早く船にしまえ。やろうとも、目標地点まで一目散だ。おい、トラファルナ、お前のためにやってるわけじゃねえぞ。うるせえな、分かってるよ。やっと通れるようになったか。次行くぞ。ありがとな、あとは任せたぜ。さて、どうか。君は命の恩人だ、ゴッドウソップ。恩人を助けるのは当然のことだろう。大将殿、港に市民が押し寄せています。このままでは瓦礫が市民に。なんだって、そりゃいけねえ。悪い、助かった。めそうもねえべよ。ゾロ先輩が無事でよかったね。サインなら後で書こう。なんとかお守りできたべ。あとはルフィ先輩だけだと思う。どこだべか。万に一つ逃げたとして、その先に未来はねえ。せめてあっしが地獄へ案内いたしやしょう。して立場貫いてんでぞ、村人。猛虎麦わら。こりゃ感情に怒りのかけらもねえ。みんながお前さんを助けようとすんだね。あんたは一体どんな人だい。優しい顔してんだろうね。目閉じなきゃよかったな。取材なら受け付けるよ。